戦闘の前にこの手見える？ここカレは全自動で戦えるボタンをもう一度タップすると、このモードでは通常攻撃どっちも使ってみて。キセリアだ、危ないから下がってて。力を貸せ。でも何か私に手伝えることは。いいグランウェポンがもらえたね。バランスよく早めに装備した。英雄へ一歩前進。騎士団の皆様が感謝します。おかげ状況は、急にムムの群れの襲撃を受けましたが、もう大丈夫です。あとは我々が肩をつけます。ムムが暴れた原因については調べがついたの？それがレビーまで暴れ始めてしまい、収集に追われています。指揮官の指示でこの一帯の調査を進めるはずが、これではムムとレビのピクニックかな。うちも一緒に遊びたーい。見ててやるよ、チビ同士で楽しそうじゃないか。あの、今回のご助力のお礼にポーションを受け取ってください。きっと役に立つはずです。見返りを求めて手伝ったわけじゃないけど、ありがとう。任務遂行にポーションは、うんうん、こうやって今のすっごい、あとスロットに長くタップしたら手動。よし、この調子だ。負傷兵がいるぞ。くらえ。ポーションを分けてあげよう。おい、しっかりしろ。ありがとうございます。助かりました。ムムたちにやられたの？確かにムムなのですが、僕が襲われたのは普通じゃなくて、あっちです！見てください！あの大きなムムキングがいきなり襲ってきたんです！ムムキングか。ざっと見積もって30人前といったところか。やめて。あんたの考えてることの想像はつくけど、実行しないでよね。すいません。現状ムムキングを想定した戦力ではなく、それで騎士団の皆様には心苦しいのですか？心配はいらない。ムムキングは俺たちに任せてくれ。ああ、感謝します。ウィン、今日の夕食にあれが出てきたら、わかる。行くぞ！色が悪魔か。であれば、赤いやつ。色の問題じゃないのよ！負けない！見せてやる！そろそろラグナディアに帰還しない？で、ここをタップするとマップが開けるみたい。ラグナディアはここか。ラグナディアをタップして移動しよう。まだ移動できるエリア。ここが王都、ラグナディアなんだ。グランナイスが。やだ、始まっちゃったよ。俺はただ知ってほしくて。はい、気のせい。イムさん。イムさん、久しぶり。いらっしゃい、騎士団の皆さん。そういえば、セリアードって子を助けたそうね。いい子には、ちゃんとご褒美をあげないとね。はい、女神の祝福だよ。
また召喚されたのか。ワールザード、それが私の名だ。そなたは、私といても暴君にならずにいられるのか。こんにちは。お前、ただ、あ、ただ、グランウェポンがこんなに。そうだ、イブさん、セリアダのことで相談があるんだ。ブローチのグランウェポンは私も初めてだけど、形は問題じゃないからね。セリアードさんの記憶が戻ればわかるかも。そうだ、エリサに聞いてみるのはどう？なるほど、身元を管理しているエリサさんなら。ありがとう、イブさん。これから冒険に行くの？今手に入れた装備、早く見てみたい。エリ、お任せボタンでスロットをタップして、好き、他のメンバーの装備も覗。みんな頼むよ。準備はもう終わってるわ。何でもいい。俺は英雄になる。自分の命は自分で守る。似合ってるかしら。うちに任せて。イブさん、僕が身を拾ったよ。大人になったらイブさんと結婚したいな。お疲れ様です、騎士団の皆様。女の子を助けたと聞きました。さすがのご活躍で。その件で来たんだ。彼女は記憶喪失みたいで、だから彼女、セリアードについて調べてほしいんだ。もちろん、お任せください。セリアードさんってお名前は、どこにもありませんね。そうですか。セリアード、元気出してよ。もしかして、グランソウル？へん。はじめまして、私はラム。セリアードは、ブローチの形をしたグランウェポンを持っていて、セリアードさん。はい。騎士としての素質、見逃せませんね。ぜひ、集会所で、総長ラインヒルト様に、会われてください。ちょっと疲れた。こっちだよ！受け取ってくれるよね？明日も楽しみにしてね。これあげる。明日も来る。一緒に頑張りましょう。あそこに立ってるのがグランド。こんにちは。まだ若いのにすごいな。ラスさんが女性と一緒にいるのを見たんです。総長のご指示がありました。これが集会所か。ここは聖騎士団だけが入れる場所だからな。早く聖騎士団になっていっぱいお金もらいたいな。セリアードもうちらの騎士団に入れるのかな。ラインヒルタ総長と話してみないとわからんだろう。よく来られました、偉大なるエスプロジェン騎士団の皆様。グランウェポンを持つ少女についてですね。その力を操れる者は限られています。あなたがグランウェポンを操れるのなら、王国にとって使用足りえるでしょう。セリアードさん、どうかお力添えいただけませんか。よかったね、セリアード。誰だ。やあ総長、ご無沙汰しておりますね。
あなたは面白いお話を聞いていても立ってもいられず。何の用だ。ひよっこに用はないんだよ。これがグランウェポン？笑わせるな。何をするつもりだ。無知とは罪だな、バカどもが。見ろ。兵士たち。兵士たちの様子がおかしい。行くぞ。大地から怪しい。全員戦闘態勢だ。よそ見をするな、ひよっこども。よし、 LP がいっぱいになったよ。これでグランウェポンの隠された力、ワクワクしちゃう。光ってるウェポンを舞を見せてあげる。準備はいいか。おお、やるじゃないか。おっと、タムルはここまでだ。じゃあな、ひよっこども。強そう。指揮を取るメンバーは変える。あと、このボタンで他のメンバーを。みんな得意な状況が違うから。力を伸ばせ。見せて。あの者を追わなければ。くらえ。騎士たちよ、任務を与えます。必ずブローチを取り戻してください。行くぞ。負けない。見せてやる。ラインヒルト、何があった。カルシオ、我々の同志、なぜグランナイツの彼カルシオンだと。カルニッツ、あいつセリアードのブローチを奪っていった。ご命令通り奴を追います。行くぞ。もう影も形もないか。くそ、どこだ。大丈夫だよ、私がいるもん。ブローチのオーラ感じ取れるんだ。おいおい、感覚かよ。それって信じられるのか。東、うん、東だよ。東、離着陸場の方か。よし、行こう。無視すんなよ。ち、なあ、ちょっと待て。おかしくないか？おかしいってのは何がだ？あのチビだよ。なんでここにいるんだ？うちのこと？ひどい！チビはチビでもお前じゃねえ。あの飛んでいる方だ。ブローチが盗まれたってのに、なんでここにいられるんだ？グランソウルならば、ウェポンから離れられないはずだ。言われてみれば確かに、当然のように私たちと一緒にいたから気づかなかったわ。お前ら、何者だ？あ、わかった！ロムは特別なグランソウルなんだよ。実はグランソウルの女王様？みたいな感じ。ふんふん、すごい説得力、さすがキュイだね。んなわけねえだろ。ごめんなさい。私が何者なのか、どうしても思い出せないんです。ただ、
あの子やブローチは私と唯一共にあったもので、絶対に失ってはいけない、そんな予感がするのです。とりあえず、あいつからブローチを取り戻さなきゃね。このままじゃ何もわからないもの。わざわざグランナイツのカルシオンが奪っていくほどだ。普通のものではないのは明らかだが、なぜ奴はそれを狙ったのか。疑問は尽きないけど、考えるのは後にしよう。今はナマリエが言う通り、ブローチを取り戻すのが先決だよ。これは、総長からの任務でもあるしね。ええ。でもここからは教団の管轄だわ。おとなしく私たち王国軍の騎士団を通してくれるかしら。わからない。でも、何もせず引き下がるわけにはいかないよ。私とロムで行ってみようと思います。皆さんに、これ以上ご迷惑をおかけするわけには。迷惑じゃないよ。困っている人を助け、守る。それが騎士なんだ。だからそんなに気を使わなくていいんだよ。それに今、ブローチのありかがわかりそうなのはロムしかいないわ。手伝ってもらえるのなら、任務を早く遂行できそうだもの。俺はどちらでも構わん。邪魔にさえならなきゃ、それでいい。ありがとうございます。できるだけ迷惑がかからないよう、私にできることを頑張ります。キムリ、じゃあ一緒に出